ヤンコ・ティプサレビッチは、セルビア・ベオグラード出身の元男子、プロテニス選手。これまでに ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス1勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス46位。身長180センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。男子テニス国別対抗戦、デビスカップでは、 長い代表経歴を持ち、2010年にデビスカップセルビア代表の初優勝に貢献した。ティプサレビッチは6歳からテニスを始め、8歳の時からニューベオグラードテニスクラブで練習するようになった。彼は2000年からデビスカップユーゴスラビア代表選手になったが、当時のユーゴスラビアはユーロアフリカンゾーンのグループ3にいた。 ユーゴスラビアは2003年に解体し、セルビア・モンテネグロになり、ティプサレビッチも2004年から、デビスカップセルビア・モンテネグロ代表チームの一員になった。セルビア・モンテネグロが2006年に分離したため、このチーム名は3年間のみであったが、その間にレベルを著しく上げる。2004年までは、ユーロアフリカンゾーンのグループ2に,にいたチームは、2005年から、同ゾーンの グループ1に昇格し、2006年に初めて、ワールドグループ、プレイオフ進出を果たした。9月22日から24日に行われた、プレイオフで、セルビア・モンテネグロはスイスに1勝4敗で敗れ、キプサレビッチも、第1試合で、ロジャー・フェデラーに敗れたが、ノバク・ジョコビッチが、第2試合で、チーム唯一の勝利を挙げている。2007年9月に、ベオグラードで行われた、 ワールドグループプレイオフで新チームとなったセルビアはオーストラリアを4勝1敗で破りこのチームでワールドグループ初進出を決めた2010年には準決勝のチェコ戦で第5試合のシングルスに勝利して初の決勝進出を決める貢献を見せ決勝でフランスを破りセルビアは悲願の初優勝を果たしたティプサレビッチは2001年全豪オープンで ジュニア男子シングルス優勝者となり、2003年、全米オープンで四大大会本戦に初出場した。グランドスラムのデビュー戦では、1回戦で当年度の、ウィンブルドン準優勝者マーク・フィリプーシスに敗れた。2005年ウィンブルドンで、トーマス・ヨハンソンとの3回戦に進出。2年後のウィンブルドンで、ティップサレビッチは3回戦で当年度の全豪オープン、準優勝者。 フェルナンド・ゴンサレスを6から3、3から6、6から3、4から6、8から6で破る勝利を挙げた後、続く4回戦で、フワン・カルロス・フェレーロに5から7、3から6、6から7で破れた。2008年全豪オープンの3回戦で、ティプサレビッチは、第1シードのロジャー・フェデラーに7から6、6から7、7から5、 1>, 1から6、8から10の4時間27分の戦いを挑んだ。4年間世界ランキング1位を守ってきた王者から第1、第3セットを選手した挑戦者は、最終第5セットでも、長い戦いを続けたが、第5セット、第17ゲームを落として力尽きた。この年は、ウィンブルドンでも2年連続2度目の4回戦に進み、ライマーシュットラーに4の6、6から3、 4から6、6から7で敗れた。ダブルスでは、同じセルビアのビクトル・トロイツキと組んで成績を伸ばし、全仏オープン男子ダブルスでベスト8に進出した。2009年のクレムリンカップで、キプサレビッチは、初めてツアー決勝に進出したが、ミハイル・ユージニー276、06、46で敗れた。2010年のユニセフオープンで2度目の決勝進出を、果たしたが、 セルジー・スタホフスキーに36、06で敗れた。2011年2月のデルレービーチ、国際テニス選手権で3度目の決勝に進出したが、フアン・マルティン・デル・ポトロに46、46で敗れ3度目の準優勝となった。6月のエ語ゴン国際でツアー4度目の決勝に、進出したが、アンドレアス・セッピとの試合中で負傷し途中棄権した。 全米オープンでは4大大会発のベスト8進出を果たしたが、セルビア対決となった、準々決勝のノバク・ジョコビッチとの試合を途中、棄権した。9月のマルエシアオープンクアラルンプールの決勝で、マルコス・バグダティスに6 4 75で勝利して、ティプサレビッチは5度目の決勝で悲願の初優勝を果たした。10月のクレムリンカップでは男女を通して、 初めてのセルビア人同士による決勝対決となり、ビクトルトロイツキを6-4、6-2で破りツアー2勝目を挙げた。11月の ATP ワールドツアーファイナルでは怪我で、大会を途中棄権したアンディ・マリーの代役として、初出場を果たし、トマーシュ・ベルディハには6から2、3から6、6から7で破れたが、世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチを3から6、6から3、 6から3で破る主君を挙げた。2011年最終ランキングは9位となり、トップ10入りを果たした。2012年は7月のメルセデスカップで優勝した。ロンドン五輪で2度目のオリンピックに出場した。シングルスでは3回戦で、ジョン・イズナーに5から7、6から7で破れた。ネナドジモニッチと組んだダブルスではベスト8に進出し、準々決勝で、ベネトー ガスケ組に4から6、6から7で敗れた。全米オープンでは2年連続でベスト8に進出し、準々決勝で、ダビド・フェレールに3から6、7から6、6から2、3から6、6から7、4時間31分のフルセットで敗れた。ラファエル・ナダルが欠場したことで、ATP ワールドツアーファイナルに2年連続で出場したが、 ラウンドロビンで3連敗して敗退した。年間最終ランキングは9位。2013年は開幕戦のマハラシュトラオープンを制し、最先の良いスタートを切った。全豪オープンと全米オープンで4回戦に進出した。2014年は5月にかかとにできた良性の腫瘍を切除する手術を2度受け、ツアーを離脱。本人のコメントでは、 かかとの8割を切除する大掛かりな手術だったという。年間最終ランキングは1024位まで下落した。2015年の全米男子クレイコート選手権でツアーに復帰し2回戦に進出した。4大大会はウィンブルドン選手権で復帰。1回戦でマルセル・グラノリエルスに敗れた。全体を通じて早期敗退に終わり、 全米オープンを1回戦敗退すると、右膝に、室外拳炎により、シーズンを終えた。2006年全豪オープンは、足の怪我が響き、欠場した。4月のオストラバチャレンジャーで復帰。この年はいくつかのチャレンジャー大会に出場し、新タオチャレンジャーでは優勝した。全米オープンで、サムクエリーを破り、3年ぶりに4大大会本戦で、勝利を挙げる。 二回戦でパブロ・カレーニョ・ブスタに敗れた。新戦オープンではベスト4まで残った。2017年は4つのチャレンジャーで優勝した。一時的に世界ランキング55位まで戻した。2018年はハムストリングの手術を受けて全休した。2019年年始のクーヨンクラシックで復帰した。全豪オープンは一回戦でグリゴール・ディミトロフに敗れた。 マイアミオープンの1回戦で復帰後ツアー初白星を挙げた。全仏オープンでもディミトロフにフルセットの接戦の末、敗れた。ウィンブルドン選手権の1回戦で、西岡義人を6から2、6から7、6から2、5から7、6から2で破り、同大会7年ぶりの勝利を挙げた。8月21日に、自身の SNS で、このシーズン限りでの引退を表明した。 最後のグランドスラムとなる全米オープンではデニス・クドラに敗れて初戦敗退に終わった。最後の大会となるストックホルムオープンでは2回戦で第1シードのファビオ・フォニーニに勝利した。杉田雄一との3回戦では9度マッチポイントを防ぐ粘りを見せたが最後は力尽きて2から6、6から4、6から7で敗れ。 17年間にわたるキャリアに幕を下ろした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。